武雄神社の鎮座する御船山は、へさきにあたる南岳と共にあたる北岳からなっています。神宮皇后は三冠征伐の木と武雄に船を止め、それが山と化したのが御船山とされています。創始は不明ですが、元は南岳に鎮座。天平7年、神託があり、南岳を上宮として住吉三神を祀り、北麓の神殿に五柱の神を武雄大明神として祀りました。現鎮座地には、元永年中に遷座しました。馬場横の下宮は、へぐりづくのすくねを祀っています。射手塚は、やぶさめで落馬して切腹した射手を葬っています。神事の池には、壇ノ浦の戦いでの白鷺伝説が伝えられています。2本のヒノキが根元で結ばれる夫婦ヒノキは、夫婦和合、縁結びの象徴とされています。夫婦ヒノキ奥の後陣者は、火の神、かまど、台所の神です。昭和45年に再建された社殿は、流り作りの本殿に、銅板武器屋根の唐破付き、入りも屋作りの拝殿。色は、紳士の白鷺にあやかり、白を基調としています。社殿、左手に塩釜神社と城山稲荷神社が合わせ祀られています。その脇は、御神木の大楠への参道です。全国で7位の巨木である御神木の大楠。樹齢は3000年以上で、根元は12畳もの広さを持った洞となっており、中には天津神の石狮が祀られています。